神谷町から徒歩2分というのが、神谷町というのは六本木駅の隣の駅です。もうど真ん中です。はい、最高予定価格、23階の2億2000万円。これか ?28 階建てなのになんで23階ですかって聞いたら、どうもその上をなんか売らない、なんかその場所に乗ってる人なのかな、ちょっとわかんないんですけど、あの売るところの一番のところみたいなです。というところで23階、2億2000万。3L、平方メートル、リビングダイニング12畳、美容室が7畳、5.2 畳、5畳、3部屋。これ結構さあ、眺望ですが、まだ完成してないんですけど、ここがありかだからこれぐらいの東京タワーとの距離感ですよ、というところで、まあ、やっぱ東京タワー見るといいなというふうに思います。さあ、夜になると、こうなるんじゃないかな。